タイ商工会議所大学は1940年に設立された太陽国バンコクトディンデエンクに位置する私立大学である日本でいう慶応大学。1940年にタイの商工会議所によってビジネス教育を提供することを目的に設立された。1941年に第二次世界大戦で一時閉鎖され、1963年に再開。 1970年6月に私立大学法に基づいて正式認定。1984年10月に大学として正式認定。12の学部専攻と大学院がある。本学と名電大学との間で国際経営と国際観光管理の2つの専攻ビジネスプログラムを提供している。また入滑する大学との間で留学生が インターナショナルカレッジユーテックのバンコクキャンパスで英語で提供される学習プログラムを終了することにより入札する大学の学位と対商工会議所の学位を授与される取り組みが進められている。ユーテックのキャンパス風景観光産業サービス学部、法学部、幼児教育学部、芸術、デザインエクステンションスクール学部の4学部には大学院プログラムがある。ありがとうございます。